どうも、今週も、ね、水曜日になりましたんで、お酒を飲みたいと思います。今週もこの生ジョッキ缶ですね、生ジョッキ缶をいただこうというふうに思います。これがね、だからこの僕は水曜日と木曜日だけお酒が飲めるんですけど、このね、水曜日と木曜日だけがのこの特に水曜日のね、お酒を飲むときはもう最高の気分なんですよね。よし、ではこれをいただきます。あー、うまい、うまいっす。ちょっとウコンをね、ウコン飲んでいきます。このウコンがね、本当に効いてるのか効いてへんのかいうのはこう微妙なとこなんですよね、毎日飲んでる人とかやとウコンが結構効いてくるんかもしれないですけど、僕の場合週2回なんでね、そこまでこう肝臓にダメージが ないというか、こう回復してるんでね、5日間休んでるんで、そこまで関係ないかもしれないですけど、一応3粒いただきます。うまい、うまいっすね、おいしい。このウコンもね、肝臓エキス、これも、また買わなあかんですね。アマゾンかどっかで買います。アマゾンか、楽天市場かで、今日はね、ちょっとウイスキーのストレートを飲もうかなと思って、これですね、ロッホローモンド。これだいぶ前に買ったんですけど、ロッホローモンド、まだ残ってたんですね。でこれをストレートでこういただこうと。ロッホローモンドは普通にストレートでこう飲めるかなと。でこれがストレート用の僕の入れ物なんですけど、もうあんまないんですけどね。あー、いい感じです。ちょうどなく、あ、まだあるか。これでなくなりました。ロッホローモンド飲み切りましたというところで、これですね。あ、なかなか、うん、あー、でもうまいな。この美味しさがありますね、ロッホローモンド。またグリーンリベットをストレートで飲めたグリーンリベットとかは美味しかったんですけどね、また買いたいですけど、うん。でこれがハイボールティーチャーズので、ラフロイグですね。ラフロイグのコートカスクをね、今月買いたかったんですけど、ちょっとお金が厳しいんでちょっとやめとこうかなと思ったら、無理しちゃ買えるんですけど、まあそこまで無理しないで来月10月に回そうかなというふうに思っております。これですね、うん、うまい、うまいですね、うん。で、あてですね、あてはとりあえずこれですね、いつも通りですね、キムチと、オリーブのミーと、シソニンニクとラッキョというところですね。これと、枝豆ですね、枝豆、枝豆たっぷり、枝豆たっぷりというところです。あー、今日はね、今週はね、もう今日なんかでもね、目いっぱい、もうどうやろう、その閉店までもうかなりこう作業しました、うん。お客さん自体はね、まあ、ぼちぼちなんですけども、それ以外にこうやる、自分でやろうと決めてることを全部やっていったらですね、まだね、本当はもうちょっとやりたかったんですけども、もう切り上げました。切り上げて、ほんで明日は休みなんですけども、明日の朝ね、ちょっとこう作業して、昼にまた余裕があればちょっとやろうかなと思ってることもあるというところで、まあ朝のね、作業さえ終わらせたら、昼からの作業はまあまあ金曜日どっかでこう空いてる時間でこうやってしまおうとは思ってます、うん。もうギリギリですね、時間的にね、うん、もうちょっと余裕も出さなあかんのですけど、うん。まあ金曜日から仕事が始まっていって、水曜日に結構エネルギー切れというか、結構ギリギリの状態でもう、夕方ぐらいからもうバテてる状態が結構あったんですけども、今週に関してはね、結構もういっぱいまで結構集中して作業ができたんで、だいぶこういい感じになってきたかなというふうに思ってます。どん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 ちょっとこう自分のエネルギー値が上がってるかなというふうなこう感覚であります。でまあまあまあ、そうですね、もうちょっとこうなんか成果が出てくると嬉しいんですけど、なかなかそこまでいってないというところで、うん、頑張っていかなあかんなというふうに思ってますけど。
で今週は何と言っても、僕の好きな大相撲がですね、ここにこう、星取り表って読むんですかね、星取り表がこうあるんですけども、照ノ富士が優勝しましたね。照ノ富士、まあまあ照ノ富士でしょうというところですね。照ノ富士が優勝するでしょう。13勝2敗ということで、大栄翔と明生にこう負けたということですよね。もうちょっと大栄翔負けた時ちょっと見ててびっくりしたんですけど、あ負けるんや思ってね、照ノ富士負けるんやなと思って、でその9日目に大栄翔負けたんですけど、8日目のね玉鷲戦でですね、ちょっとこう危ういというか、なんかこうもたついてたというか簡単に勝ってなかったんで、あれ結構照ノ富士調子どうなんかなというふうにこう見てたんですね。ほんで次の日の大栄翔に負けたんで、あやっぱこう万全ではないのかなというのをこう見ました。ほんで明生にも負けたんでね、一応実力的にも圧倒的にこう照ノ富士横綱が強いんですけども、絶対的に優勝を照ノ富士がずっとするかって言ったらちょっと分からへんなっていうのがちょっとありましたね。今回見ててね、こう、負けることがあるんだなというふうに思って、だからあと膝のね、膝とか体のその怪我の調子がこうどうなるか、怪我が万全であれば照ノ富士はかなり強いんですけども、その辺ですね。うん、で貴景勝がね8勝7敗ということで、よくね僕は勝ち越したなと思いました。最初の、3日目までが3連敗でね、これはやばいなと、これは貴景勝ちょっと首の先場所の首の怪我でですね、こうかなりこうやばい、こう引きずってるというか、それがこう万全じゃないことによってですね、貴景勝らしい相撲、こう押し相撲というか、そのね、頭からこう突っ込んでいく、立ち合いからね突っ込んでいく相撲ができてないなと思ってたらですね、4日目が、豊昇龍か、豊昇龍に勝ってからちょっとこう、リズムがこうついてきたんかなというところで、一気にこう6連勝かな、して、勝ち越しを決めて、で勝ち越し決めてからちょっとこう3連敗しましたけども、まあ体調、まあ体の状態が万全じゃない割にはよくこう勝ち越してこの角番をね脱出したなというふうに思います。で貴景勝はまだ25歳なんで、ちゃんとやっぱりねある程度こう怪我をある程度こう治す状態でこう出てきてほしいなというふうに思いますね。だから万全を期すんだよ。だから来場所もちろん出てくるでしょうけども、もう来場所怪我が良くなるんであれば休んで角番でちゃんと勝ち越すみたいな形をとってもいいかなと思う感じですよね。で、まあ照ノ富士がこう今トップですけども、まあ体の状態によってはこうだんだんこう負けてくるとこう引退、まだあれですけど、まだ大丈夫やと思うんですけど、引退になってくると次こう上を目指すのがやっぱ貴景勝ということになってくるでしょうからね。この今のこう状況で言うとね。朝乃山はずっと下がっていくんで、朝乃山はこうかなり実力があると思ったんですけども、残念ながら、6場所連続でこう、出れないという状態なんで、やっぱり貴景勝が引っ張っていくことになるんで、しっかりねある程度のこうパフォーマンスを見せれる状態でこうまで怪我をしっかりと治してこう出てきてほしいかなというふうにこう思います。うん、で明生がね、明生がこう勝ち越したのがすごいですよね。関脇で勝ち越したんで、まだもちろん大関の方にはまだちょっとあれですけども、よく勝ち越したなというところで、明生はなかなかすごいですね。粘るし、なかなかやるなと思いますね。で御嶽海がね9勝6敗でね、御嶽海は一応きっちり勝ち越すんですけども、その大関になるところまではいかないと。で大関ちょっと狙いそうやったら、そこがこう一桁の勝利になって、勝ち越すけど一桁勝利、9勝とか8勝になっちゃうっていうところがあるところが、こう御嶽海がこうもう一つ一伸びできないところですね。うん、頑張ってほしいですけどね。で正代がね、うん、強い時は圧倒的に強いんですよね。これがで弱いとき圧倒的に弱いんです。これがね正代の魅力ではあるんですけども、
大関なんでもうちょっとちょっ勝ってほしい、圧倒的に勝つのを増やしてほしいなというふうに思うんですね。今回は8勝7敗ですからね、ちょっと大関としては今の負け方どうなんやっていう取り組みもあったんでね、ファンとしてはね、もうちょっとこう堂々とねやったらいいんですよ、大関なんでね、うん、親方にむっちゃこう立ち合いでこう怒られたの見てね、すぐこうなんかやってましたけど、その怒られないようにっていうか、そのねあれしてましたけどね、堂々とやればいいと思いますよね、うん、ただまあまあ正代はそういう、ちょっと気の弱い感じのところがね僕も好きやったりするんですけどもね、うん、で逸ノ城が勝ち越したんですよね、逸ノ城ね、逸ノ城よく勝ち越したなと、小結びで勝ち越して、これだから勝ち越したんで関脇になるということですね、関脇になるということですね。で、僕注目の豊昇龍やったんですが5勝8敗、2日休みということで、まあまあ前頭筆頭でねどうかなと思ってたんですけど、一旦これで下がりますけども、すごい面白い相撲をしてるし、強さも見せてるんで、これからですねまたこう盛り返していって、また次ちょっと番付落としてまたこう上がってくるっていう形になるでしょうね。で隆の勝が、負け越したんですね、隆の勝ね、負け越したから下がらないしょうがないですよね、うん、で霧馬山は9勝6敗なんで、これ霧馬山が小結びになる可能性が高いですね、小結びになる可能性が高いと。そして若隆景、僕のファンである若隆景うまいですしね、小兵ではあるんですけども、すごいうまい相撲とこう強さをこう見せている、関取なんで、この、若隆景は9勝6敗なんで、これは小結びにこう上がるんでしょうかね。だから逸ノ城が関脇に上がって若隆景が小結びで、霧馬山も小結びという形になるかな。で若隆景は、一回三役小結びになって負け越して落ちて3枚目になったけど、また次、小結びになって勝ち越すかどうかですね。ほんで勝ち越すと関脇に上がっていけると、いうことになるんで、うん、若隆景は次の若隆景は、11月場所はかなりこう注目ということになるかなというふうに思いますね、うん、若隆景ね、応援しようと思います。そして大栄翔がまあ10勝5敗と、かなり立派なこう成績、中でもね、横綱にこう勝ったというところね、照ノ富士に勝ったところは素晴らしいですよ。ほんで2桁ということで、これは前頭筆頭ということになるでしょうね。前頭筆頭になってきて、そこでまた大栄翔三役に返り咲きという、次勝ち越したら三役に返り咲きということになりますね。でまあ玉鷲頑張ってましたね、頑張ってましたけど、まあまあ負け越したんですけども、36歳、こんだけ頑張ってるのはもうすごいなというふうにこう思います。ね、ベテランがこんなに頑張ってるのを見るとこう嬉しくなるなというふうに思います。もともと関脇まで行ってたんでね、あれですけれども。そして阿武咲ですね、今場所で言うとね、宝富士も一応勝ち越してるんで上があるんですね。阿武咲はまあ10勝5敗ということで、最後2場所2日間は負け越しまし、あの2連敗しましたけどもね、阿武咲はなかなかこれは阿武咲がぐっとこう上がってきた時の勢いというかね、そういうのがこう見えて、あ、阿武咲ここにありみたいなところがこう見えてて、ちょっと嬉しかったんですけど、阿武咲だから次こう上がってね、前頭2枚目か3枚目になって、こっからね、どこまでこういけるか、勝ち越して上に上がってこれるかどうか、その辺もこう見てみたいなというふうにこう思います。でですね、あと裏ですね、裏は7勝8敗ということで、ちょっと番付が下がるんからどうなんでしょうかね。でも裏はやっぱりこう見てて面白い、うん、で裏とね、翔猿のねこう取り組みなんかむちゃくちゃ面白くてね、どうなるんかなと思って、結局、裏が勝ったんやったかな、翔猿、そうですね、裏が勝ったんですけど、まあまあ裏は面白いですね、見ててね、うん、裏やなっていうこう、ライブで見れる時裏やるよなみたいな感じでこう見ますけどね。
翔猿も7勝8敗ということでですね、うん、で妙義龍ですね、最後まで優勝争いというか優勝に近づく、11勝4敗ということで素晴らしい34歳ベテラン、妙義龍、うん、これで番付上げますけども、どこまで頑張ってくれるんでしょうかと、もともとうまいね、相撲を取りますし、三役も経験者でありますからね、実力はあるというところで、うん、で遠藤ですね、遠藤やっぱりこう、後者ですね、技師遠藤ね、技師遠藤がまあ11勝4敗とかなり勝ち越してまた番付を上げて、こっからどうなるかっていうところですよね、うん、どうなるんでしょうかと。で栃ノ心ですね、栃ノ心がね僕ちょっと応援しててね、最後7勝7敗で宝富士とやってですね、宝富士負けて宝富士が勝ち越し、栃ノ心が負け越しということをやったんですね。栃ノ心はまあ大関もこう大関にもなってるぐらいの実力者なんですけども、栃ノ心が33歳ということですね、年齢的なこともありますけども、ぜひこうまたねこう頑張ってほしい。力はものすごいあるんですよね、その腕力っていうかこう、握力がすごいんですよね栃ノ心はね。で、あとはどうでしょうか。あ、まあ、千代の国ですね。千代の国がねこう最初の方ずっとこう勝っててこうどこまで行くんかな、また9勝6敗ということでね、まあ、番付上げますけどね、千代の国ね頑張ってほしいね。でまあそんなも僕は気になったらそれぐらい、まあ、他いろいろねたくさん頑張っておられますけども、僕としては来場所はやっぱり一番はねやっぱり若隆景が、小結なってるか分かんないですけど、小結なってたとしたらその小結で勝ち越すかどうか、ここをこうちょっと、注目したいなと。若隆景勝ち越すだろうかどうかというところですね、うん、それとまあまあ貴景勝の状態がどうかということと、照ノ富士がやっぱり実力通り優勝するのかどうかで、逸ノ城がまた関脇で勝ち越してきて、こう何かこう逸ノ城が一皮向けてちょっと強い状態になってくるのかどうかで、霧馬山が、三役になってどうなるのか、大栄翔とかもそうですし、大栄翔もこう上がってきてまたこう、三役になってくるのかどうかとかね、非常に11月場所がこう楽しみではあるんですけども、どうでしょうね、うん、11月場所まあ面白いです、うん、相撲はおもろいですねこれはね。で2ヶ月に1回あるっていうのがこれがまたいいこの周期ですよね。2ヶ月いっぱい、あの毎月やとねすぐあもう大相撲かってなるんでしょうけども、2ヶ月いっぱいやとおー来たな、次の日曜日から大相撲始まんなみたいなね、ことでこう、注目できますし、ほいでやっぱり BS でね大相撲ダイジェストを言ってちゃんとね前頭の、から上のね、取り組みを全部こう見せてくれるんでね、それをこう録画しておいて見ておくということができるんで非常にこうねいいですよね、こう、うん、ということで、今日は今週はね、今週もまあ自分の中でも目いっぱいやったなというところです。その自分のこうやれること全てこう出し切ったぐらいの感覚です。まだやらなあかんことは、正直言うとあと2つ残ってるんですね。2つ残ってるんですけども、これは明日の朝1つをクリアして、もう1つも明日昼クリアできればいいですけども、クリアできなかったら、明後日かしあさってでこう時間を作ってこうそれをこなしていくという形をこう取っていきたいなというふうにこう思っております。ちょっとここで、ロッホローモンドのストレートウイスキーを飲みます。すごいですねストレート久々なのでやっぱりうまい、でこのストレートを飲んでこのハイボールを飲む、これがいいですよね。ほんで僕前はねだからストレートのやつとロックのやつね、ロッ
ックの、ウイスキーとでハイボールのウイスキーとってこうやってましたけどね、うん、今まあまあこのビールもねこう飲んでもうこれで生ジョッカないんで、あれですね、リカマンかリカマンに売ってたら買いますけどリカマン明日行くかわからないんでもうちょっとこう安い、ビールをこう買っといてそれにしようかなと。ほんでまたリカマン行った時にね売ってたらまた買おうかなと、まとめて買おうかなと思ってます。うん、まあまあ、ということでやっぱりこう大相撲がある月っていうのはこう面白いですね。でお客さんでもねこう大相撲の話ができるお客さんが、何人か2人かな2人か3人ぐらいこうおられて、非常に面白いですね、うんうん、ということで、今週のぼやきでした。どうも。